クッキーから作って。そんなの簡単ね。わかったわよ。うまくいくかわからないけど。何これ、何に使うの。これなら使える。生地が何をしたっていうのよ。やり方を見てなさい。こうやって伸ばすのよ。そして丸く切り取ってオーブンの中に入れるの。これでクッキーができるのよ。うまくいかない。あ、そうよ。クッキーって丸いから生地を切ればいいだけだと思う。あとはスキットレズ、私も食べたいな。あら、すごいじゃない。私のクッキーはどうかしら。あら、完璧。あら、そう、私のクッキーは本当に完璧なのよ。プロが作ったってすぐにわかるでしょ。すごいお家。あ、そういえばスキットルズは私も使うわ。最後はシュガーパウダー。これでお家が雪で覆われてるみたいになったでしょ。信じられないわ。あ、火事になっちゃったみたい。早くクッキーを出さないと。まだ助かるかも。あー、もうどうしようもできないみたい。これクッキー？こんなの食べられないと思う。こっちはどうかな。あ、クッキーのお家だ。綺麗、そして美味しい。ほっぺが落ちちゃいそう。このお家の勝ち。やっぱりね、私はプロだもの。ハンバーガー食べたい。早く。バーガーなら私でもできるわ。あ、やっぱり。これってひき肉？あ、そうよ。代わりにチョコペーストを使うわ。いい感じになりそう。綺麗。他の二人はどんな感じかな。すっごくいい匂いね。でも焼かないといけないのよ。そうすれば完璧ね。おばあさんは何も知らないみたいね。ハンバーガーなんかパパッと作れちゃうの。すごいじゃない。でもハンバーガーで一番大切なのはジューシーなハンバーグよ。ひき肉をもらうわね。あとはハンバーグを焼くだけ。あら、何をするつもりなの。落ち着いて、大丈夫よ。マシュマロを焼いてハンバーガーをグレードアップさせることにしただけ。今度はグミの番。バンズで挟んで上から押すのよ。こんな感じ。どう？どうせ一番美味しいのは私のハンバーガーよ。ほら見て、ベーコンも入れるわ。肉は多ければ多いほどいいわよね。ソースと野菜とチーズを入れれば完成。何層にもすれば美味しいハンバーガーになるのよ。あ、美味しそう。私が勝つわ。私は負けないわよ。慎重に具材を重ねてソースをたっぷりかけるの。もっともっとかけるわ。ほら、素敵でしょ。あと少し。なんだか気分が悪くなったわ。大丈夫よ。見て、私のハンバーガー。すごいでしょ。あ、すごい大きさ。早く食べてみたい。すっごくジューシー。今度はこのバーガー。あ、崩れちゃった。もう一個あるからいいか。美味しそう。食べてみるわ。
さあ、グミだ。そしてヌテラ。すごい。でも勝ったのはシェフのバーガーだよ。おめでとう。そんな、ずるいじゃないの。今度はナゲットが食べたいな。簡単よ。おばあちゃん、起きて。ジェニファーがナゲット食べたいんだって。わかったわ。まずはフライパンに油を入れるの。あ、油ちょうだい。ありがとう。なんで出てこないの？振ればいいのかな。ほら。あ、大変。何してるのよ。大切なのは美味しさよ。美味しく作るには愛が必要なの。衣を作るわ。そのためには卵の中にチキンを入れて、その後はクルトンにつけるの。いい感じね。これで揚げられるわ。いい匂い。シェフさん、食べてみたくない？いやよ、私だってやることがあるの。私のナゲットは最高になるのよ。ほら、黄金みたいでしょ。アレンジだって大切よ。魅力的じゃないと。あ、いいこと考えた。一から作るのはめんどくさいから、もうあるものを使って作るわ。チーズとチートスが使えると思う。よく叩いて粉々にしないと。気をつけて。大変なことになっちゃうわよ。うまくいったと思う。どうかな。やった。チートスをかけてフライパン行きね。すごく美味しそう。妹にあげたくないぐらいよ。ケチャップを忘れるところだったわ。これで完璧。あー、すごい。金のナゲットなの？味は普通。次のも食べてみるわ。あ、こっちの方が美味しい。これは何かな？赤い。あ、チーズだ。勝ったのはこのチキン。やった！私が勝ったのよ。ピザは作れる？食べたいの。そんなのへっちゃらよ。私も食べたいな。ピザ？それなら作れるわ。トマトペーストが必要ね。少し垂らして生地に広げるのよ。そしてチーズ。多ければ多いほど美味しくなるの。邪魔したくないんだけど。見て見て、シェフみたいでしょ。あ、落ち込まないで。これを使いなさい。ありがとう。あ、いいこと考えた。トマトペーストじゃなくてマシュマロペーストを使うの。これぐらい取ってピザに塗るのよ。そしてスキットルズ。カラフルで美味しいスキットルズは最高に合うのよ。あと少しで出来上がり。凡人のピザね。一番美味しいのは私のピザよ。普通の生地じゃつまらないから色をつけるわ。あら、すごいわね。もっとすごいことだってできるわよ。生地を平べったくしたら、美味しいトマトペーストを塗るの。イタリアンレストランのピザができるわよ。さあ、次はチーズ。これだけだと寂しいから、貝も入れるわ。そしてエビ。美味しいピザの出来上がり。あとは焼くだけね。長い。寝ちゃいそう。あ、出来上がりなの？やった！ピザできたわよ。美味しそう。ヤミー。いい匂いね。いい感じ。さあ、行くわよ。面白い見た目。何これ。
カイ、こんなの食べたくない。面白い。スキットルズ、見た目の方が良かったかな。あ、このピザは普通。いい匂い。味も美味しい。優勝するのはこのピザよ。やった、嬉しいわ。私のピザの方が美味しいのに。おばあちゃん起きて。食べたいものが決まったみたいだよ。まずはパンケーキが食べたいみたい。わかったわ。おばあちゃん起きて、パンケーキを作らないと。作り方なら知ってるよ。おばあちゃんとシェフは手が早いね。あっという間に生地ができてるよ。もう焼く準備もできてるみたい。おいしそうだね。でも僕の方がおいしいものを作るよ。見ててね。着色料を入れたらカラフルなパンケーキになるさ。エンリーのアイデアはすごいね。すごくカラフルな生地、虹を作るみたいだよ。おいしくてカラフルなパンケーキになること間違いなし。上からマシュマロを乗せてカラフルなトッピングもかけるよ。もっともっと振りかけるぞ。カラフルパンケーキの出来上がり。エンディ気をつけなさいよ。それにパンケーキはメープルシロップとバターを乗せて食べるものなのよ。おばあちゃんのケーキはすごく美味しいのよ。メープルシロップ、そんなのつまらないと思うわよ。プロのパンケーキを見なさい。まずは卵が必要なの。半熟卵を作るわよ。お鍋の水を沸騰させて生卵を割るの。待ってる間にベーコンとハーブをきれいに並べるわ。卵も出来上がり。上から乗せるわよ。綺麗で美味しい、体にいいパンケーキの出来上がりよ。そろそろ試食の時間だよ。気に入るのはどのパンケーキかな。まずは虹色のパンケーキを食べるみたい。マシュマロとの相性は最高だね。今度はおばあちゃんのパンケーキ。シンプルだけど美味しいね。シェフのパンケーキは不思議だね。でも半熟卵は気持ち悪いよ。グルメ料理は気に入らなかったみたい。第一ラウンドの優勝者はエンディだよ。やったね、僕が勝ったぞ。ちょっと待ちなさい、触らないで。みんな注目。今度はステーキが食べたいみたいだよ。わかった、うまく作るわよ。本当に？僕もうまく作れる。焼くだけでできるの、簡単ね。油なしで焼くの？油はちゃんと引いておかないと。そうなんだ、よし行くぞ。エンディ、油はそんなにたくさん入れないよ。そして周りを汚さないで。肉をフライパンに乗せて焼くわよ。わあすごいでしょ。うん、僕でも真似できるよ。もちろんお肉はフライパンに乗せてね。ちゃんと的中したよ。私を見習いなさい。そういえば私のステーキはあと少しで完成するの。お塩をまいて終わりよ。すごいじゃない。ふん、そんなの僕だってできるよ。おばあちゃん見ててね。あ、落としちゃったよ。髪の毛とホコリで汚くなっちゃったね。それにちゃんと焼けてないよ。いや、気づかないんじゃない。そんなの食べさせたらダメでしょ。いいこと考えた。ケチャップを多めにかければいいんだよ。これで完璧さ。うん、いい匂い。ありがとう。完璧なステーキでしょ。あとはローズマリンで飾り付けするだけよ。飾り付けってそれ？私はもっといいこと考えたわ。わ、黄金のステーキ。作り方を知ってるんだね。世界一高級なレストランの料理みたい。すっごくピカピカしてるよ。こうやって作るんだね。できた。さあ食べてもいいわよ。やっと試食できるね。ステーキとケチャップは美味しくなさそう。うわ、何これ、髪の毛とゴミばっかり、気持ち悪いね。黄金のステーキはどうかな、気に入ってもらえるかな。美味しいけど感動はしなかったみたい。おばあちゃんのステーキはいい匂いがするね。そして味も美味しいみたい。シンプルだけど美味しいんだって。第2ラウンドの優勝者はおばあちゃんに決定。私が勝ったのね、嬉しいわ。今度はデザートが食べたいね。アイスクリームがいいんだって。
いいレシピを知ってるの。ロールアイスよ。私もアイスなら作れるわ。僕もさ。レシピを思い出さないと。そう、まずは細かく刻むのね。きれい。すぐに細かくしてやるぞ。ほら、簡単さ。アイスクリームを切るのって楽しいね。もうちょっと気をつけなさい。キッチンを汚くするんじゃないわよ。つい夢中になっちゃってごめん。素人が料理を作るとそうなるのよ。私はもう完成したわ。あとは飾り付けね。あら、完成。ゼストの酸っぱさはアイスクリームの甘さとよく合うの。ミントと煙も忘れないようにしないとね。高級レストランのおなじみのレシピなのよ。蓋を閉めたら出来上がりね。あら、見て、すごいわね。わあ、すごい。私も作ったわよ。切って巻くのね。なんだかうまくいかないわ。でも大丈夫、切るだけでもいいと思うわ。チョコレートシロップをかけたら高級レストランの出来になるわね。面白いわね。僕もあと少しでできるよ。簡単さ。お皿に移して僕が大好きな生クリームをかけるだけ。まんべんなくかけるぞ。カラフルなスキットルズ、シガレットとオレオも出そう。おばあちゃん、いい？わからないわ。ありがとう。あとはチョコレートシロップをかけるだけだ。すごく甘いわね。すごく甘いぞ。一番気に入ってもらえるのはどのアイスクリームかな。カラフルなアイスクリームは美味しそうだね。でもシェフの素敵なアイスの方が興味をそそるよ。食べるよ。ゼストが酸っぱすぎたのかな。もう食べたくないみたい。アイスクリームとチョコシロップ、見た目はまあまあだね。味は普通だったみたい。やっとお兄ちゃんのアイスが食べれるよ。生クリーム、スキットルズ、シガレットにアイスクリーム、最高な組み合わせね。優勝者は決まり。やっぱりそうだと思ってたよ。おばあちゃん、ハグさせて。おばあちゃんは料理が得意なのよ。みんな集中してチャレンジを続けるよ。今度はフランス人が大好きなクロワッサンが食べたいみたい。ナイス。美味しいクロワッサンの生地が売ってるお店を知ってるの。オーブンに入れていい感じに焼き上げるのを待つだけよ。簡単でしょ。お、それなら僕もできるよ。 1,2 そして焼く。僕すごいでしょ。すごいわね。冷凍された生地なんか使わないわ。ゼロから作るのはそんなに難しくないの。そういえばミアはパリにある有名なレストランで働いたことがあるんだよ。そこでは伝統的なレシピでクロワッサンを作っていたの。フランスの国王が好きだったレシピなんだって。エンリもケイトもびっくりしてるみたい。作業が手際よく進んでるわね。さすがプロ。あとはオーブンに入れるだけだよ。僕はそんなにうまく作れないよ。でもヌテラがあるんだった。僕が大好きなチョコペースト、本当に美味しいな。お行儀悪いわね。あら、そろそろクロワッサンを出さないと。素敵なクロワッサンになったわよ。エンディ燃えてるわよ。エンディ、嘘でしょ。ヌテラに夢中になりすぎてクロワッサンのことを忘れたんだね。確かに美味しいとは思うけど、そんなに黒いクロワッサンを妹に食べさせられないよね。匂いも最悪だね。よく頑張ったじゃないの。大変ね。クロワッサンが焼けたらそろそろ飾り付けをするわよ。私が作ったカスタードクリームを入れるの。中にイチゴを入れてシュガーパウダーをかけたら出来上がりよ。できたよ。試食してね。焦げたクロワッサンはまずそうだね。食べない方がいいと思う。いい匂い。おばあちゃんのクロワッサンは甘くて美味しいね。気に入ったみたいだよ。すごい。いちご、甘いクリームに美味しい生地。シェフのクロワッサンは文句なしの1位だよ。ありがとう。